今岡英二のぶらり歴史探訪チャンネルミニ。今回は秋田の久保田城内にある神社、八幡秋田神社を紹介したいと思います。八幡秋田神社は久保田城内の本丸の跡地に据えられている神社で、もともとは佐竹氏の氏神を祀っていた八幡神社と、初代藩主佐竹義信、9代藩主義政、12代藩主義高を祀った秋田神社を合祀したもの。ちなみに初代藩主佐竹義信は、徳川家康に水戸から秋田へと転封させられた際、水戸の美人をことごとく秋田へと連れて行き、結果秋田には美人が多くなり、以来秋田の美人を秋田美人と呼ぶようになったという逸話のある人物です。9代藩主義政は藩校明徳館を設立した人物で、詩歌や書画に造詣が深く、自身も数多くの作品を著述。また風の松原など防砂林の造成保全を行ったり、各種工芸品の生産奨励を行ったりした人物でもあります。12代藩主義高は幕末の藩主として率先して質素倹約に努めた人物。なおこの義高はもともと喘息持ちだったために、それを治すため藩医が蘭学の知識を取り入れて薬を改良。実はこれが現代にも続く龍角散だったりします。でこの八幡秋田神社、久保田城内の本丸の跡地で、そんな代々のお殿様たちを祀っているという神社の割には言うほど立派ではない見た目だったりします。実はこれ昔はもっと立派な神社だったんですが、火事で焼けてしまい、今の社殿は近年になって再建されたものだったりします。しかも火事があったのは2005年と言うほど古くはない話。さらに言えばその火事の原因は、泥棒が賽銭を盗みに行ったはいいが、賽銭箱に鍵がかかっていて、その腹いせに火をつけたという何ともひどいもの。犯人は捕まり懲役9年が課せられたそうですが、焼けた文化財は後には戻ってきません。今の社殿は2008年に再建されたわけなんですが、せめてこの社殿は今後100年1000年と続いてほしいものです。ちなみに秋田で食通の舌をうならせる名店といえば、秋田の老舗料亭浜の屋。ここは大正7年から続く老舗料亭で、ハタハタや稲庭うどん、純菜やとんぶりなど秋田特有の食材も豊富に取り揃えています。ただその分お値段もそこそこしますので、その味をもっと気軽に味わいたいという人は、ここの仕出し弁当がおすすめ。秋田西武百貨店にこの料亭の弁当を売っているところがありますので、もし秋田市内のビジネスホテルなどに泊まる際には、ぜひこの仕出し弁当を味わってみてください。味はこの俺が保証します。それでは次回もまたお楽しみに。